突然ですがだらっと書くと雑談チャンネルのお時間です本日も何かしながらお聞きくださいおすすめは見逃し三振取りながらかなだらっと書くと雑談チャンネルなんですがたまに喋りと内容がだらっとしてないぞときっちりしているとご指摘を受けることもあるので反省しているのですがクレフェル小池選手の勝敗予想 試合する選手を知らない時は控え室が一緒で優しかったからなどの理由で勝ち予想をつけたり本当にダラッとしてますのでそんなダラッと小池の勝敗予想を見ていきましょうだらこい開始まず浜崎綾香選手 VS 藤野恵美選手クレベル小池選手の勝ち予想は浜崎選手 理由は藤野選手を知らないからはい、早速来ましたそして出ました浜崎選手とは名古屋の来人で一緒だったので浜崎選手を応援しますとクレベル小池選手勝敗予想になると忖度魔人へと変貌しますのでそして藤野恵美さんの写真を見て体がすごいですね注射かなとテロップには冗談ですと出ておりました忖度というか多分これは適当な感じでしたね はいまあ、クレベル小池選手にハマるね選手が出てくるまで待ちましょう次は滝沢健太選手 VS 元矢勇気選手2人とも知り合いらしいです健太は打撃強いです元矢はディープのチャンピオンいい試合になるけど勝つのは判定で元矢かなそして滝沢さんもっと TikTok やってください 今度、お願いしますと、朝倉未来選手に YouTube コラボをお願いしましたが、音沙汰がないっぽく、ここで滝沢健太選手にそのフラストレーションをぶつけるかのように、TikTok オファー。はい、多分ね、そうじゃなく、この後、さらに、滝沢さん、TikTok 上手いです、かっこ笑いと言っていたので、普通にいじっていただけだと思います。そして、大塚隆文選手、VS、大い久保弘正選手。 大塚貴文選手とは知り合いだけど、おいくはとても強いな。おそらく彼が勝つでしょうと。しかし、前回の試合で拳をけがしたので、それの影響があるかもしれないと一旦は発言したのですが、現在はそれが100%完感知していることを知ると、クレベル・小池選手、早っ注射使ったすぐ治るステロイド。ステロイド、よ×よと。 ジョークです。と、またしても出ていましたが、クレベル小池選手、際どいです。はい。そして、応援するのは大塚隆文選手ですが、勝つのはやはり大窪博正選手ということでした。さらに、大木窪はいつも、カメカメ派と言ってました。そして、金太郎選手 VS 井上直樹選手。まず、金太郎さん、YouTube コラボ待ってますよ。と、以前、金太郎選手に対してオファー出していましたが、まだ返信はないみたいですね。 同じ盆栽柔術のアラン・ヒロ・ヤマニハ選手も出場するので、今すぐには金太郎選手の方もなかなか出しにくいとは思いますが、しかしクレベル・小池選手、井上直樹選手の勝利予想、サトシ・ソザ選手と同じですね、これは。金太郎は上手くて強いですが、井上はめちゃ強いですね。そして元 UFC ファイターであることもリスペクトしていますと。そしてなんと、井上が多分、いや、 多分じゃない絶対勝つと思いますと断言、金太郎はハートが強くて、パンチ、キック、喧嘩スタイル、でも井上はテクニックがありますのでと、例えば、金太郎選手がハイキックすれば、井上直樹選手はそれに合わせ、タックルして寝技に持ち込むでしょう、多分井上直樹選手の2ラウンドくらいでの一本勝ちでしょうという予想でした。さらに応援も井上直樹選手 しかし、金太郎選手も大好きなので頑張ってください。仕事なので戦うのはしょうがない。いい試合、期待していますとエールを送っておりました。クレベル小池選手、だんだん勝敗予想にも力がこもってきましたね。とここで来ました。朝倉海選手、VS アラン・ヒロ、ヤマニハ選手。 はい、アラン・ヒロ・ヤマニハ選手はクレベル小池選手の弟分になりますがしかし年齢はクレベル選手よりサトシ・ソウザ選手よりヒロ・ヤマニハ選手の方が上になりますそしてクレベル小池選手、開口一番兄弟分のヒロセクシーボーイフェイスと、はい、この撮影に映ってはないのですが隣にいて見ているみたいです。 そして、ヒロ、山ハ選手は、まつげが長いのが可愛くて、トレードマークみたいなのですが、クレベル、小池選手は、それを、ヒロが名古屋の境で、まつげパーマやっているの、みんな知らないですね。私、後で場所教えてあげるよ、と、ジョークを飛ばしておりました。仲いいです。人間ってこういう風にね、肩寄せ合って生きてるのがいいな、っていう風に思いました。で、さらに、男性専用雑誌の、セクシーマガジンを読んで、 ヒロの写真を撮ってもらうように言わないと、と止まらないマシンガントーク。で、ここでやっと勝敗予想。いつもね、話脱線しまくりの私が、ここでやっととかね、良くないですね。はい。親近感ね、覚えました。で、ここでクレベル小池選手、急に真剣な顔つきになり、この試合は弟分のヒロ、ヤマニハが絶対に勝ちますと。 ヒロヤマイハ選手は前回の倉本和馬選手戦は雷陣初出場で100%の実力が出ていなかった。緊張していただけですと。朝倉海選手が記者会見でヒロのことを盆栽で一番弱いと言ってましたが、それはちょっと間違えてるかな。彼は弱くないです。とても強いです。そしてなんと衝撃の予想結果。1ラウンドで アラン・ヒロ・ヤマニハ選手の KO 勝利みたいです。さらに間違いないそれと念押しまでしておりました。もしくは2ラウンドアラン・ヒロ・ヤマニハ選手のサブミッションでの勝利。朝倉海は強いけど私はヒロを信じていると。ヒロと毎日練習してるけどめちゃ強い。試合で同じように出せたらとてもヤバいので。 気をつけてくださいと、なんと朝倉海選手に忠告までしておりました。そしてクレベル小池選手、ヒロヤマニハ選手に、ヒロちゃん、頑張ってください。負けたら私、あなたをボコボコにします。と、怖いサービストークまでつけてくれておりました。この予想が仲間だから言っているのか、すべて本心なのかは私にはわかりません。 でこの勝敗予想動画は追加カード記者会見の後にアップされましたが撮影はこれより前みたいなので久保優太選手 VS 太田忍選手とかの分はまた次の機会にということになりそうですがクレベル小池選手は次回の試合の予定を聞かれ私は引退ですとまたしてもジョークをかましておりました本当は次の試合わからないけど疲れてるのでちょっと休みますが本心みたいです。 えーとですねクレベル小池選手かなり冗談が好きで人をいじるのも好きというのが伝わってきました YouTube を始めてまだ間もないですがもうすでにかなりリラックスしてるように見えますねただですねクレベル小池選手人をいじりすぎるとどうなってしまうかと言いますと「もういい加減にしろよ」と言われてそれにカッとなりつい相手を殴り倒してしまいそれが脳震盪を引き起こす結果となり謹慎処分 なんんんてことももありえるかもしれませんのですませせのです日本ハム、中田翔選手とやられた方のね井口和智選手の話をしたくて無理やり引っ張ってきちゃいましたがでもこれについてなんか特別言いたいことがあるわけじゃないので邪水はやめて次行きましょうか。あそうだちなみに青木真也選手は時代が許さなくなくっています今のご時世ではだめとこの件について追悼してましたね。 SNS が古来から続いてきていた集団でのパワーバランスの関係まで変えてしまう今、潮目にいるっていうのが自分が生きてて歴史的だなと思いますねそしてせっかくの野球つながりということで山崎英明チャンピオングラウンドを4時間貸し切っての野球 YouTuber といろいろ対決しておりましたいつも言ってますが今回も実は格闘技より野球の方が好きと公言しておりました なんと毎日二軍の試合まで見てるようです昔から野球少年で格闘技は競争相手が少ないので選んだともね過去話しておりますよねでポジションは投手で中三の時にすでに130キロ投げていたらしいのですが最近バッティングセンター行って測ったら 107キロだったようで,すで今回最新型のスピードガンを使っての計測で目標は130キロで1回目が123キロで2回目が119キロ3回目が125キロと惜しくも届かずでしたフォームが少しね手投げでしたので下半身の力をうまく伝えれるようになれば130キロに届くとアドバイスを受けておりましたそして相手のチャンネルでは ソフトボール女子と3打席勝負企画をやってくれていたのですが、パイセン、ヘルメットに、左手にバット持って、右手でチャンピオンベルトを肩にかけての登場で、チャンピオンベルトをね、そのスタイルで持ってる人を初めて見たので、これはね、かなり新鮮でしたね。で、パイセンは昔、ソフトボールのチームにも入っていたことがあるそうです。打率はなんと8割ぐらいあったとのこと。そして、勝負開始。1打席目、三振。2打席目、三振。 そしてかしパイセンこれでは終われず泣きのもう1回でこれは三遊間っていう風にチャンネルではね言ってたやってたんですがどうやらサードゴロっぽくもありましてなのでもう1回ということになりラストはキャッチャーフライで終了。はい 敗戦はでですとで私野球も好きですがやっぱね格闘家代表としてここは勝っていただきたかったので残念でした次はね堀翼選手など引き連れてチーム戦でもう一勝負お願いしたいですねそして昨日といえば何といってもこれだったんじゃないでしょうか実際に試合が行われましたので井上尚弥選手は試合前 この試合の勝者とやりたいというふうに語っておりましたリゴンド選手 vs カシメロ選手圧力をかけるカシメロ選手積極的に手を出しておりましたねそして手数は少ないんですがリングをぐるぐる回りながら時折カウンターをヒットさせていたリゴンド選手どちらが勝ったかと言いますと判定2-1でカシメロ選手が勝利いたしました この試合についてあまりツイートしている選手いなかったんですが大沢健二さんはリゴンドをつまらんとそして関根シュレック秀樹さんはカシメロ勝ってよかったこれで井上尚弥戦が楽しみだ井上が逃げ回るリゴンドをぶち倒すところも見たかったがと投稿しておりますそして勝利したカシメロ選手は彼は2度のオリンピックで金を取った素晴らしいボクサーしかし私の予想していた展開ではなかった相手が逃げ回っていた ちゃんとファイトしてくれなかったと残念そうにしさらに次はドネア最後は井上だと言いなんと中指を立てましたそれに対して井上尚弥選手試合前はカシメロ VS リゴンド解説してきますぜひワウワウでご覧ください俺がカシメロを倒した方が盛り上がるから勝ってくれよなと投稿していたのですがツイッターでこのあとはですねなんとリスペクトのないやつは叩きのメス 以上と大変お冠の様子ですそして昨日のカシメロ戦の一つ前がロドリゲス戦だったんですがこのロドリゲス選手は井上尚弥選手が WBSS で準決勝に戦った相手なんですね決勝はドネア選手だったのでその一つ前になりますね試合結果は2ラウンドに3回ダウンを奪って井上尚弥選手の勝利だったと思いますがそのロドリゲス選手昨日の試合結果なんとですねバッティングを受けて 無判定試合ノーディションという風になってしまったんですが井上尚弥選手に負けた後そのノーディションまでどういう流れだったかと言いますとまず VS ネリ選手ネリの体重違反で試合中止で VS ウバーリ選手ウバーリ選手がコロナで試合中止で VS ドネア選手ドネア選手がコロナで試合中止で VS ガバリョ選手ここは疑惑の判定負けで昨日 VS ラッセル選手ラッセル選手は頭突きで無効試合とで何が言いたいかと言いますと 井上尚弥選手とロドリゲス選手が試合する前にロドリゲス選手の練習風景を井上尚弥選手のお父さん井上慎吾さんがビデオで撮影してたんですねそしたらそれを阻むためにロドリゲス選手のトレーナーが井上選手のお父さんを突き飛ばしたっていうことがあったんですよ。 で、さらに、そのトレーナーの人が、これは戦争だと、我々の勝利で終わるだろう。人々はモンスターが井上ではなく、ロドリゲスであることを、次の試合で思い知るだろう、などとね、豪語していたんですが、試合は井上直也選手の勝利で、で、私がね、読んだ記事では、最後こういう風にね、振り返ってたんですね。直也、井上は、小月事件が発生した際に、その場に居合わせなかった。 だが、この騒動が彼に凄まじい刺激を与えることとなったということですのでえカシメロ選手ですね、あまり挑発しすぎるとなおや井上の呪いが発動するかもしれませんのでお気をつけ遊ばせ。 そして現在、ですねムサイフ選手がアメリカのフロリダにあるサンフォード MMA に出稽古に来ているというニュースを昨日お伝えさせていただいたのですがさらにムサイフ選手のツイッターで、まあ、当然ちゃ当然なんですがサンフォード MMA での朝のトレーニングすごく暑かったと日本語で投稿しているんですが写真が添付されておりましてムサイフ選手とケラモフ選手も一緒に写っておりますのでケラモフ選手も同じところで今、練習をしていると思われます。 そして先日、ベラトール264行われましたが、なんといっても注目はバンタム級の UFC の全バンタム級王者のピョートル・ヤン選手と一勝一敗で、大沢健司さんも常に一押ししていたマゴメド・マゴメドフ選手と MMA8 連勝中のスタッツ選手だったんですが、スタッツ選手が判定3ゼ0で勝ちました。その後でですねスコット・コーカーが会見で この間、フェザー級のグランプリやったばっかですが次はバンタム級トーナメント開催の可能性についても語ったということでスタッツ選手もトーナメントをやろうと意気込んでいたんですがそこにですね我らが堀口恭司選手も、えー、トーナメントに、ね、出場してほしいという、ね、声が日本人から上がっているんですが堀口恭司選手は前王者でもありますし怪我での長期離脱が理由でタイトル返上しただけですので私は1回戦から出るとかそういうことはやめていただいていきなりやっぱりね 王者との対決をさせていただきたいかなというふうに思っておりますそして大沢賢治さん 毎回ベラトールが無料で YouTube で見れるってすごいよな。どうやってマネタイズしてるんだろうと投稿。これは本当にそう思いますし、ありがたいですよね。それに対して一般の方がニューヨークにおりますが、ここでは無料で YouTube では見れないんですよねと返しております。そうみたいですね。なので、ペーパービューの売り上げが見込めるところはね、やはりさすがに YouTube で無料で見せてあげることはできなくて、日本など裾野がまだ拡大しきっていないところはね、とりあえずは無料でファンをゲットしていくという経営方針みたいですので、 日本でもいずれベラトールの人気が爆発してしまったらね無料では見れなくなってしまうかもしれませんので今とりあえずはありがたくね皆さん拝聴いたしましょうそしてうーレッツゴーのさらちゃんのお兄ちゃん さらになんですが、まずツイッターで、15年間飼ってた猫ちゃんが老衰で亡くなって、あまりに辛すぎて、もう絶対飼わないって思ってたら、この間、さらちゃんが猫ちゃんをプレゼントしてくれた、可愛すぎる、ありがとうございます、スコティッシュです、領収書も回ってきましたということで、それに対して久保優太選手の弟さん、ジーケンさんがですね、久保健二さん、このように返しております、15年間大切にされて老衰って、最高に幸せな人生だったのではないでしょうか。 領収書ワロタとそれに対してさらにこれ嘘みたいな話なんですが3桁万円なんですよてんてんてん一瞬返してこいって思いましたとそれに対してジーケンさんやばすぎる「WWW」と返しておりましたはいさらちゃんにはですねこれからもこういった浮世離れした感じで妖精のようにね人生を送っていってほしいなというふうに私は思いましたそして先ほどクレベル小池選手に当チャンネルの中で TikTok コラボお願いしますねと言われていた滝沢健太選手と先日シュートの世界チャンピオンになったサスケ選手のコラボです本名サスケイスケさんですね滝沢健太選手と高校の同級生でガチ友達そんな二人の対談というかまあ雑談に近かったですね まず3年間ずっと同じクラスだったみたいですそして滝沢健太選手がサスケ選手を格闘技やろうよとずっと誘っていたのが格闘技を始めたきっかけらしいですそしてサスケ選手がチャンピオンになった試合お見合いが多く手数が少なくその中での判定勝ちでしたがそのことを聞かれたサスケ選手はもっとできたかなと感想を述べてましたが滝沢健太選手は完璧だと思ったらしいですあれ以上言ったらリスクがあったから 滝沢健太選手は今なり選手戦でも賛否両論に分かれる試合をしておりましたが勝利至上主義みたいですね。そして佐助選手は北米ベラトール UFC ケージを使ったリングの場で戦いたいという希望があるみたいです。 そしてこれは、ライジン公式がツイートしている、滝沢健太選手と元矢勇輝選手の2分ぐらいの煽り動画の中でも語っておりましたが、滝沢選手は元谷選手と当たった時2番目に嫌な選手来たなと思ったらしいです。1番目はもちろん今成選手、現在の8名に絞られる前の16名の中でということですね。隙がなく、作戦を立てづらいのが理由らしいです。なので、代表に続き、今日を引いてしまった状態なのかもしれないですね。 そして滝沢健太選手、井上直樹選手、VS 金太郎選手について俺、金太郎選手と試合やったからわかるけど、金太郎選手、ワンチャンある、いけるかもしれないと、結果はわからないにしろ、世間の予想通りいかないという、何か確信めいた言い方をしてるように聞こえましたね。はい、こんなところですね、個人的にはね、もっと2人の学生時代の思い出話とかも聞いてみたかったですね。 なので例えばですね普段は学校の先生は職員用のトイレで用を足しておりますが修学旅行の時のパーキングエリアのトイレで友達が小便器でおしっこしてたらもう60歳ぐらいだったかな当時担任の先生がたまたまねその隣に来て用を 足し始めたんですねで私その友達のことをずっと観察してましたら超横目でその用を足してる先生のあれを覗き込もうとしてまして後でそれを友達に言ったらちょっと逆ギレ気味に あんなチャンス二度とねえからのぞくに決まってんだろって言われて別にチャンスじゃねえだろとそれは <laughs> それをねチャンスとして捉えてるやついるんだともし人間の運の総量が一生で決まってたとしたらそれでチャンスゲージ目減りしちゃうけどいいのそんなことでっていうねで私それその彼に言ったら実際は見れてないんですよ見れてないのにじゃあいいよお前にはどんな形だったか教えねえからって言われたんで <laughs> 見れてないんですよなので私もごめんねどんなだったか教えてって 言ったのを覚えております、はい、これね、2人ともないものについて話してますからね、だから、滝沢健太選手にも、そういうね、話を次回はしていただきたいなと、でもまあ、ある意味ね、仏教の話でもありますよね、ないものをあるというふうに捉える空の思想ですよね、空と書いて、なので、空を悟るには、まずですね横目でちらっと見るところから始めてみませんかと、はい、滝沢健太選手のね、話、全然関係なくなっちゃいましたね、失礼いたしました。 ははいといととうわけで本日は以上となりますさすがに今のがエンディングトーク代わりでよかったんじゃないでしょうかというわけで高評価チャンネル登録して通知をポチッとオンにしてまた聴いてね総合格闘技って技術は素晴らしいしリスペクトするけど倒れた相手に馬乗りでさらにボコるあれがどうしても好きになれない。 っていうか、お客さんはああいうのを見たいのかね。見るだけで痛い思いをしない人たちって残酷だなかっこ苦ぁ。ダウンさせたらニュートラルコーナー。これが武士の情け。<laughs>